校が、小諸一石の小諸高校。こんにちは。ここが、小諸一石です。ちょうど200から400年ぐらいに建てられたようで、当時この町には8000人の人がいたということです。春節の時にも、収穫を豊富な収穫を祝って、収穫をしているということです。で、僕ら今白いシャツ、白いズボンを着てるんですけれども、こういった収穫の時には太陽の光がよりふそで吸われるということで、そのエネルギーにあやかろうということで。秋分の日、春分の日、季節の変わり目には